平野くんの素敵なところが最後まで撮影されてて、見れない部分まで見られて、本当に最高だったよ。翔くんも同じく、ファンとの接触を大切にしています。あるファンは次のように共有しました。ステージ真横にいたんですよ。あの日。あの日、私は一生忘れられないファン体験を経験しました。ステージ上で輝くパフォーマー、彼らが私たちファンにどれほどの愛情を注いでいるかを感じることができた。 それはまるで幸せのお裾分けを受け取ったようでした。紫輝くん、彼の姿はまるで夢の中のように輝いていました。彼がファンサービスをするためにステージ真横まで来てくれた時、会場は一つになりました。彼の優しさ、彼の笑顔、そして彼の愛情はまるで私たち一人一人に届けられるかのようでした。でも、紫輝くんだけではありません。翔くんも同じく、ファンとの接触を大切にしています。 彼はいつもファンと一緒にいるあらゆる機会を逃がさず、できるだけ多くの時間を使ってファンに会い、挨拶しています。その姿勢は本当に尊敬に値します。ファンを愛し、寛やかしてくれるアーティストは、尊敬されるべき存在です。私たちファンにとって、彼らの優しさや愛情は特別なものです。それはまるで心の奥底に眠っていた幸せを目覚めさせるようなものです。 私たちが彼らから幸せを受け取る一方で、彼らも私たちの幸せを共有してくれる。これこそが真のファンとアーティストの絆だと私は感じます。とべ、ヒーローズでは、ファンを尊重し、愛する姿勢が高く評価されています。彼らの心のこもったサービスは、ファンコミュニティにおいて大きな尊敬を集めています。彼らがファンを大切にし、幸せにしてくれる姿勢は、多くの人々から支持され、愛されています。そして、 そんな彼らの姿勢に触れることができたことは、本当に幸せなことでした。ステージ真横で彼らのパフォーマンスを間近で見ることができ、その幸せをお裾分けしてもらえたことに心から感謝しています。ステージ真横から彼らの素敵な姿を見ることができたこと、その体験が私にとってどれほど特別なものであるかを言葉にすることは難しいです。でも、それがどれほど幸せなことであったかを感じることができるはずです。 彼らの優しさ、彼らの愛情、そして彼らのパフォーマンスは、私たちファンにとっていつも最高のプレゼントです。彼らの愛情に触れたことで、私は彼らに対する尊敬と愛情がますます深まりました。彼らの姿勢は、ファンとして私たちが持つべき姿勢の一つの模範です。彼らのように、心からファンを大切にし、幸せにしてくれることができるアーティストでありたいと思います。 ステージ真横で彼らの素敵な姿を見ることができたこと、その体験が私にとってどれほど特別なものであるかを言葉にすることは難しいです。でも、それがどれほど幸せなことであったかを感じることができるはずです。彼らの優しさ、彼らの愛情、そして彼らのパフォーマンスは、私たちファンにとっていつも最高のプレゼントです。彼らの愛情に触れたことで、私は彼らに対する尊敬と愛情がますます深まりました。 彼らの姿勢は、ファンとして私たちが持つべき姿勢の一つの模範です。彼らのように、心からファンを大切にし、幸せにしてくれることができるアーティストでありたいと思います。そして、最後に、この体験を通して、私はファンとしての自分の立ち位置を再確認することができました。彼らが私たちに与えてくれる幸せは、計り知れないものがあります。だからこそ、私たちも彼らを支え、 愛し続けることが大切なのだと感じました。この素晴らしい体験を通して、私は彼らのファンとしての誇りを新たにしました。これからも彼らを応援し続け、彼らの幸せを願い続けます。そして、いつかまた彼らの素晴らしいパフォーマンスを目の